はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今日はですね、こちら、焼酎をですね、ネットで買ったんですが、それを飲んでいきたいと思います。よいしょ。何を買ったかと言いますと、リスナーさんからですね、要望がありまして、まあ、焼酎の香類なんですが、まあ、非常に香類大好き人間がいてですね、その人の、要望で、まあ、買いました。よいしょ。じゃじゃーん。越中米騒動という、はい。焼酎、香類とおつ類、混和の、ものです。そうですね。1.8 リッター。こちら、体に優しい超音波熟成。ということでね。富山の自浄酎となっております。立山三霊の水塩、竹炭仕上げ。アルコール度数25度。北陸発酵工業株式会社。焼酎香類が 96%。焼酎おつ類が 4%。そして原材料が米と糖蜜と、米と、米麹となっております。焼酎香類に米を使用した、焼酎おつ類を混和しましたとなっております。こちらに書いてあります。超音波熟成とは、アルコールは直接舌に触れることがなくなり、まろやかな味わいとなります。癖がなく、しっかりとした中に、コクがある焼酎です。ロック、ストレート、お湯割り、ミックスドリンクなど、自由な飲み方で味わいください。まあ、ということです。リスナーさん曰くかなり飲みやすいとのことです。それでは、早速。これが値段ね、送料込み2000円ぐらいじゃん、だったかな。です。多分そんぐらい。だったと思う。ですが。それじゃあ飲んでいきましょう。乾杯。確かにほのかに。でも、言うて焼酎を90、ロツ類が 4% しか入ってないですからね。そんなに、米の香りをするということもない。ああ、しますね。米の味するね。ちょっとします。なるほど。ちょっとするな。俺、米焼酎はあんま好きじゃないんですよね。でも非常に飲みやすい。ものすごく、口当たりが滑らかですね。米ソウト、雪中米ソウト、自然熟成なら10年かかるまろやかな熟成がなんと2ヶ月足らず、超音波のすごい力となってます。超まろやか、飲み心地が超まろやか、酔い心地が超軽やか、冷め心地が超爽やか、なんか書いてありますけど。富山の自浄酎。生レモン割りがおすすめと。生レモンと水と氷で割るとおすすめだそうです。これ飲んでみたいですね。
この、紙パックのやつ以外にも、まあ、普通の瓶のやつも売ってるんですが、一応限定品とかも売ってるみたいですね。限定品は、米焼酎が 30% 使用された、焼酎高類が 70% の、おつりが 30% 限定品となっています。平均12年寝かせた原酒をさらにセリーダルで味を整えましたと書いてあります。すごいですね。まあでも、でも確かにまろやかだな。ちょっと米の味がするっていうのが、まあ俺あんまり好きないんで、米焼酎ね。まあでも、ほのかなんで、まあ、大して、そんなでもない。確かにすっげえ口当たりめちゃくちゃまろやかなんだ。すごいですね。あの、金宮焼酎の、と、あの、その、リスナーさんが言ってたんですが、まあ、金宮焼酎とタメを張れるレベルの、あの、ものだと言ってましたんで。ほとんど癖ないですね。あの、普通にあの、いわゆる、アルコールの辛さとかっていうのがほとんどないですね。これはすごいな。で、なんといっても口当たりの良さですよね。口に入れた瞬間、なんか、って、ほとんど水じゃねえかっていう、レベルの口当たりの良さが、すごいですね。で、その後にこう広がる感じ。これはちょっとあれだな。レモンの、あの、100% レモン果汁買ってこよう、今度。それで飲みましょう。100% レモン果汁買ってきて、それの中に、これ入れて、水入れて、レモン果汁入れて、氷入れて混ぜて飲もう。これうまいぞ、絶対。ソーダにしてもいいし。水をソーダにしても変えてもいいしね。いや、これはうまいな。ただこれ普通に米焼酎じゃなければ、米が入ってなければね、高麦じゃなかったらいい。これうまいですね。五つ星いってたな。これ、米焼酎じゃなければ、五つ星いってたな。ちょっと残念ですね。米焼酎 4% 使用してるんで。まあ、そこが、まあ、若干あれですか。まあ、あと、金宮に比べると、明らかに、ネットでしか、手に入らないんで、通販を使用しないと売ってないというのが、まあ、残念なところではあるね。まあ仕方ないっちゃ仕方ない。待って、だって自浄中だもん。富山の自浄中だからね。あ、でもこれすげえな。これはすごい。口当たり抜群。まろやかさ抜群ですね。これは、唯一の、なんか、こう、その、米の焼酎入ってなければ多分、ほとんど金宮と何も変わらないレベルなんじゃないかな。下手したらこっちの方が超音波、熟成されてるだけ、こっちの方がうまいかもしれない。そんな気すらするね。
残念ですが、まあ。うん。それはちょっと残念ですね。まあ、仕方ないか。コク。は若干あるか。コク若干あるか。やっぱ米焼酎やから。コク若干あるね。これは四つ星っしょ。これは美味しいっすよ。うん。まろやかさ抜群。口当たり抜群。3334で少しありがとうございました。